します。おかえり。よし、じゃあ登場するよ。タッタンタンタタタン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 タタタタタンタン。終了。いやー、ちょっと正体いてーって思う人いっぱいいると思う、今この状態だけだとね。それは大正解なんですけど、まあでも毎日お家に帰ってくるのが楽しそうとか楽しくあってほしいから、僕もだからちょっと今回こういう形を撮らせていただきました。やばい、まともにカメラ見れねえ。よし、じゃあこの格好着て寮の帰りを待ってみようと思います。寮さんがどういう反応するか楽しみです。それではやっていきましょう。ほんひょにょ。いやー、あのさ、いや、わかるよ。わかるわかる。翔太こいつ痛いわって思うのは正解ですよ。まあでもさ、ちょっとさ、いいじゃない？こういう日があってもさ、楽しそうにやってんなって思っていただけたら僕は嬉しいっす。ちょっと待って。いや、なんか面白い。ちょっと、帰ってきた時に、わーってなりたいから、ちょっとここちゃんと閉めますね。グレタエンジってことで。あ、緊張する。どうやってさ、迎えればいいかな。お帰りみたいなさ、え、これどうした、なんかあったみたいな感じで出迎えよう。お帰りーとか優しい感じの方がいい、どっちがいいかな。まあでも、まあわかんないわかんない、まあいいや、とりあえず帰り待ちまーす。終了。はぁ、あ、来るよ、入ってくるよ。ただいまー。お帰りー。おかえり。ん？おかえり。ただいま。おかえり。あ、いい子にできたの。そんな格好して。お先いただいてます。何やってんのよ。え？何それ。エンジンの格好をして、お酒飲んで待ってたらどういう反応するか。引くわ。いや、でもなんか似合ってるね。すごい似合ってる。ありがとう。え、何？どうしたのそれ。ちゃんとあるから。え、着ないよ。着るよ。着てご飯食べるの。なんでよ。着てご飯食べるんだよ。なんで。着るよ、一緒に。はい。オッケー。うん。じゃあ、ご飯ちょっとお願いします。何やってんのよ。恥ずかしい。ひょうにょ。あ、俺も着替えた方がいい？うん。え、着れるかな。ルン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 。いやー、ちょっと何やってんだよ。あ、似合うね。あ、チューリップ組？そう。あ、チューリップ組なの。俺桜なんだ。あ、桜組さんなの？そうそうそう。あ、そうなんだ。仲良くしよう。ん？いた！なんだよ、乗ってこいよ。乗れない。乗ってこいよ。ごめんごめんごめん。なんだよ、こんな格好までさせられてさ。うん。とりあえず飲もうぜ。そうだね、食べよう。えい、いただきます。あー、今日もヤクルトがうめー。あ、そうなの。うん、大丈夫大丈夫大丈夫な。素でいてください。家族すぎるよね、なんかその、うん、格好こんな格好で普通みたいな。あ、そうだね。エンジみたいなの、エンジなくていい。エンジなく、どうする？いいんじゃない？しなくて。そもそもさ、はい、なんでこれを着て待ってようと思ったの？そもそも？うん、なんで？え、これでさ、何？興味あったとか言ったらさ、問題あるじゃん。あ、そういうのが好きとか、うん、そういうのわけじゃない、いや、興味なくはなくもないんだけども。そうなの？うん。やばくない？はい。いや、言うて俺さ、うん、俺今年39なのよ。いや、まだまだまだ。まだまだ。まだ38。うん、今年39になるんだけど、うん、こんな格好してていいのかな。似合う。うん、似合う似合う似合う。似合う。うん、似合う似合う。いいじゃん。いいんだよ、もう。いいんだよ、別に。たまに着ようかな。いや、たまにはやめろよ。ひょにょ。今度翔太が帰ってくるときにさ、この格好で待ってようかな。どうせ絶対なんか、うん、ふんみたいな、すーん、何も反応しない。まあ、今日は寒いから鍋にしてみました。ありがとうございました。うん。うまい。うん。お腹すいたんですよ。ティッシュお願いします。ティッシュ。いいよ。
ズボンで拭いときなよ。1枚だけ。ズボンで拭いときなよ。俺ズボンで拭いたよ。なんかさ、こういう居酒屋とかありそうじゃない？探せば。幼稚園居酒屋みたいな。まあ、そうだよね。確かにある。保育園居酒屋みたいな。確かに。うん。ありそう。よし。できたー。ありがとう。せーの。いただきまーす。いいや、トップストップで。しいたけ美味しそう。ね、美味しそうだよね。きのこたっぷりになりました。いいね。食べるね。うん。食べて。どう？あ、美味しい。レンジがキムチ鍋食ってるよ。あれ？これキムチ鍋なの？うん。うめ。てっきりシチューかと思う。あったまるー。うん。ひょにょ。しょうちゃんはさ、うん、保育園の時から男の子が好きだったの？あー、まあ、そうだと思うよ。なんかさ、同級生っていうのかな？うん。好きな子とかいた？いや、その好きっていうのが恋愛対象としての好きなのかとか、うん、なんか人としての好きなとかっていうのがさ、まだ曖昧じゃない？そこら辺の時期って。まあ、そうだね。そう。でも、例えば遠足で手つないで、歩いてたりとかするのはさ、全然嫌じゃなかったと。うん、あー。まあでも、それくらいの小さい時はさ、うん、まあ男の子同士とかさ、うん、で手繋いでてもさ、何の違和感もないもんね。なんだろうね、うん、小学生くらいからかな、意識し出すの。どこだろうね。うん。うん。あっ、うん。うまーい。少量。しょうちゃん。うん、何？おままごとしよう。いいよ。何するの？どっから声出した？そういう声じゃないの？じゃあ、しょうちゃんは、うん、コックさんね、うん、料理作って、うん、僕に食べさせて。うん、じゃあ、りょういちくんは？なんでそんな腹話術みたいな声？いや、じゃあまだ声変わりしてねえから。ひょうにょう。なるほどね、オッケー。りょういちくんは？うん。じゃあ、お母さんね。え？僕お母さんなの？うん。誰のお母さんなの？そのコックさんのお母さんね。コックさんのお母さんの？うん。わかったよ。じゃあやろうか。はい。翔太。ママ。翔太。ママ。あんたお店ちゃんとやってんの？ねえ。全然できない。助けて。ちゃんとやってんの？全然何もできない。売り上げは？ちゃんと売り上げ確保できてんの？ママがお金出してくれるって言ったから。あんたそんな甘えてばっかりじゃダメよ。ママがやってくれるって言ったから。そんな親を頼ってたもん。いい大人でしょ、あんた。だってここママのお店じゃん。あんたに譲ったのよ。そんなほざいたこと言ってんのよ。やめろ、本気の鳥は。世知辛い世の中ですね。もう本当に。やだ。ひょにょ。なんか熱くなってきちゃった。ね。うん。はーい。はい。というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。そもそも何だったの？この格好と、うん、さっきのシチュエーション。はい。というわけで、今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。こんな格好してほしいっていうのがあったらコメント欄にお願いします。似合ってるって思ってもらえたら高評価もお願いします。イエーイ。